チエンマイ県あるいはチェンマイ県はタイ、北部の県の一つである。チエンラーイ県、ラムプーン県、ラムパーン県、ターク県、名本騒音県と接し、ミャンマーとの国境を有する。県内には多くの山、山脈が存在する。県南部はチャオプラヤー川の大きな支流で、チエンダーを3に源流を発するピン川が流れている。県内にある、 インタノン山はは大最高峰の山で、チエンマイ市内から西に位置する。気候は高地であるため、中央平原部より穏やかである。県内には多数の国立公園を抱える。チエンマイ県は1296年以来、ラーンナー対王国の首都であったが、1599年にアユタヤに占領され、主権を失った。1782年にはカーヴィラ王が、 ラーマ一世によってその主権が再び認められたが、ラーマ五世のチャクリー改革の一環で、中央政府のコントロールの下に置かれた。タイ人が多数を占めるほか、13.4%の人口が少数民族でその内訳は、モン族、ヤオ族、ラフ族、リス族、アカ族、カレン族などである。サッカーでは、タイリーグ1のチエンマイユナイテッド FC と、タイリーグ2の チエンマイ FC が本拠を置いている。検証白像がチエンマイの検証となっている。これはチエンマ王朝のタンマランカー王が白像をラーマ2世に送ったことがきっかけとなっている。像を包む絵柄は大式の理球を象徴するもので、白像を包み込むことで仏教が発展していることを示している。剣木、剣下は共に花もつやくの木。 チエンマイ県は二十五の軍に分かれ、その下に二百四のタムボン、九百十五の村がある。ムアンチエンマイ軍、チョウムトン軍、メーチェム軍、チエンナーオ軍、ドオイサケット、軍、メーテーン軍、メイリム軍、サムーン軍、ファーン軍、メーアイ軍、プラーオ軍、サンパートーン軍、サンカムペーン軍、サンサイ軍、ハーンドン軍、ホート軍、ート軍ドイタオ軍、オムコイ軍、サーラピー軍、ウィエンヘーン軍、チャイプラーカーン軍、メイワーン。 軍名王軍同色軍カンナヤーニワッタナ軍。ありがとうございます。